東京都港区西麻布。今日は、ウォーキングのヒム太郎を見ていて気になったお店に行ってみようと思います。バナナマン日村さんが昔、しょっちゅう行っていたという、西麻布にある、鉄板焼きも食べれる居酒屋さん、バムブー。食べログ、3.08、2022年1月22日時点、朝8時まで営業。この日も夜中に目が覚めて、すでに3時ですが、8時まで営業ってとても助かりますね。広尾駅から徒歩10分くらいですね。店内落ち着いたいい雰囲気。2階が鉄板焼きスタイルになっているようです。さて何頼もっかなー。初めての店はワクワクしますね。とりあえず生ビール、590円。乾杯。うわぁ。酒がうまいなぁ。お通し、もずく。ちゃんじゃ、580円。いただきます。ちゃんじゃ安定のうまさ、好きなんだよねー。ビールとの相性もいいしね。もずくもさっぱりしててうまい。牛タンの塩焼き、1150円。うまい、薄切りで何枚でもいけちゃうやつ。スモツ、590円。うんうん、スモツもうまいじゃないか。ここは好みのメニューが多いし、朝の8時までやってるなんて、今後もぜひ利用させていただきたいですな。ここバムブーさんは、西麻布だけど一本裏に入った通りなので、隠れ家的で落ち着いており、バナナマン日村さん以外の芸能人や著名人も通っているようです。レモンサワー、530円。エビとアスパラのガーリック炒め、1000円。グッツグツやないか。これは食べる前からうまいってわかるやつやん。はい、やっぱり超美味しい。甘辛い味付けにニンニクが効いててアッツアツ。梅干しサワー、580円。お、梅干しサワーもうまいやつだ。ミックスお好み焼き、1100円。一人でカウンターなのでマスターが焼いて出してくれます。私は自分で焼くよりこのタイプの方が好きです。ハイボール、550円。うまーい。生地はふわっと、具はたっぷり、気をてらっていなく王道の美味しいお好み焼きで、どこか懐かしさも感じます。これでいいんだよなーこれでってやつ。
お好み焼きとハイボール、最高の組み合わせだぜー。鉄板焼きや粉物系は大好きなんだけど、なかなか夜中に食べれるところが減っちゃったんですよね。だからこのお店を知れたのは嬉しいな。日村さんに感謝ですね。お好み焼きで締めようかと思ってたけど、まだお腹に割と余裕があるなぁ。メニューで見つけて気になっていたあれもいっちゃおうかなぁ。ガーリックチャーハン、980円。味仙のニンニクチャーハンにハマってから、他のお店でもニンニクチャーハンを見つけると、ついつい頼んでみたくなっちゃうんですよねー。この味の濃さ最高。ごちそうさまでした。会計、7470円。すべて美味しかったです。夜中に美味しいものを食べれるお店の選択肢が、また一つ増えて嬉しいです。